言いたいことは今日言っておく文化系トーク YouTube グランパンパースです。昨日からお伝えしておりますが、ちょっと仕事が立て込みますのでラジオ配信が多くなるかなと思います。でさらに早朝ですので小声で話しております。マーゼルの話でございますけれども、マーゼルのウォーターフォールの MV ミュージックビデオが2月17日土曜日ですね、今ね朝の4時41分なんですけど、今日17日の21時にプレミア公開されます。おめでとうございます。ということでね、楽しみに待ちたいと思います。で21時に MV が公開されますが、それに先立って20時30分に YouTube ライブを予定しております。で21時にミュージックビデオ公開、さらに21時30分にオフィシャルファンクラブミュージアムのライブ、はい、ファンクラブ配信ですね。で、さらに21時40分から B タウンアーキテクトライブということになります。なので、こちらね、ミュージアムおよびアーキテクトの方はこちらも楽しんでいけるんじゃないかなと思っております。ようやく来ました。延期になりまして、まあ、理由はちゃんとはわかりませんが、何かしらの MV の中に、あまりこうね、その時の社会事情によろしくない表現があった的な話で、公開延期になりまして、で結果的になんかいろいろとね MV とかがビルボードに反映されなかったりとかボロボロありましたけれども、今回これで来ますね。で今後どのように伸ばしていくかっていうところでございまして、ミューズも燃えていますという感じでコメントをいただいたんで、そういう感じになると思います。でそれもあるんですが、本日17日だけではなさそうなんですね。というのが、社長のスカイハイがですね、マーゼルウィーク始まりますっていうことで、毎日連続で情報解禁が続くスペシャルな1週間です。毎日マーゼルどうぞお楽しみにっていう形でポストをしております。そう、毎日マーゼルなのだそうです。だから本日皮切りにしていろんなことが起こるようで、当然ですがミューズもこれに反応をしております。でそのお知らせもね来るんだと思いますし、まあ、実質そのヒッピーなどを出したスカイハイ社長などがミューズといいますかマーゼルの方にがっつりとこう全てこう全力集中していくっていう、全集中していくっていう形の話なのかなっていうふうに考えます。で本日2月17日はダンクに関してもマーゼルとリルリーグの方の話が YouTube で流れるっていうことがあります。内容のお知らせが17日の12時からということになっていますので、なのでまだこれからあるんだっていうことになりますけど、そのダンクの話に加えて2月17日の19時からビートアックスボリューム2ですね、こちら私も運がよくね見に行くことができましたけれども、マーゼルの出演もあったんで、マーゼル以外にワトウィン、ボーイネクストドア、エンティーム、エンハイプンがいました。そう、エンハイプンはね私がアイランドっていうボーイズグループのオーディションで、そこからね、まあ私の推しはケイ君で現在のエンティームですけど、そこでボーイズグループに興味を持ったっていう、そういうのもあったもんですからね、とてもそこも含めて熱狂しましたし、マーゼルもとっても良いライブをしておりました。はい、という形でこちらも楽しみにしていただければというふうに思いますし、はい、2月17日19時からですね、ダンクの方もあるし、でさらにそれに加えてウォーターフォールの MV だったりとか、まず今日17日だけでもかなり盛りだくさんっていうことになるけど、すごいですよね。もしかしたらこの今日の段階でもこれだけのものがあるんだけど、毎日マーゼルっていうことはさらにいろんなことが出てくるっていうことでしょうからね。ね、ロックフェスだったりとかもろもろの話とかねあったりするんですかね。やっぱりこう BE:FIRST の時もそうですけど、ライブというかフェスにどんどん出ることによって、やっぱりどんどん自分たちのステージを上げていったっていうところがありますから、うん、やっぱり BMSG はね徹底的な現場主義だと思ってるんで、もう現場にガンガン出ていくという、でその BMSG アーティストがそういうねロックフェスとかに出る、外部フェスに出るっていうことによるその効果というのをね、実際にたくさんお客さんが来るっていうのと、さらには他のアーティストの
ライブをちゃんと見て盛り上げるっていうところで、その BE:FIRST をはじめとした BMSG アーティストのファンの、ね、私たちの評判もとても良いということなので、ね、まあ、いろんな方いるとは思いますが、基本的にマナーいいです、みんなさん。そう、やっぱりいろんなマナー持つ人がいるわけだけど、いろんな界隈とかを見た中でも、そう、当然いろんな人いますよ。でも、大半マナーが良いです。なのでね、まあ、時々変なライバル視をされる方も以前いましたが、そういうのはね、もうしかとぶっこいていけばいいんでね。まあそういうことなんで、まあそれもあるだろうしね。まあとにかくいろんな情報解禁があるんじゃないかなと思いますよ。で、そのマーゼルに関して語ったっていうことではないんですけど、スカイハイ社長がすごくまあ夢を叶えるとか叶えないっていうことに関するところの話で、すごく良いことを言っているので、そちらも紹介しますね。ローリングストーン氏のスカイハイのインタビューで、まあ、ヒッピー出しましたね。その彼の楽曲ね。で、その中で、まあ、ノベルコア君のね、武道館公演などに関する話などもしているんですけれども、スカイハイの話で、かねてから夢には叶う叶わないの前に、まず叶え方があると思ってて、要は適性×努力×運じゃないですかっていうね。そう、これはその、ノベルコア君とか BE:FIRST の話ではなく、だけではなく、アイルザ・ショータ君、エディ・ボーイ君たちの話でもなく、マーゼルの、ね、全部すべてね、全部に共通するものだと思います。で、運は運でしかないから、どんなダメなバッターでも100打席あったら1回は打つわけで、適正努力の分量を上げていけば上げていくほど、運がよっぽど悪い人でも、割と夢は叶う可能性があるっていうこと自体は分かっててっていうことですね。うん。はい。で、この運っていう部分で、多分ね、いろんな意見、ミューズの中にもあると思いますし、コメントでもいただくんですよね。タイミングとかがちょっとその悪いことが多いですねっていう形の方結構いるんですけど、私ね、これに関しては前から結構言ってるんですけど、実はそうじゃないと思ってて、マーゼルね、運もだいぶいいんですよね。その、なんていうか、だいぶ早い段階で、先輩グループの BE:FIRST と色分けがすぐにできたっていうところだし、正直その弟グループっていうところで、まあ、要するにその色眼鏡で見られちゃったりするっていう部分とかもあったりするけど、なんかその世間は、これはその悪い意味ではなくて、世間的にはそのやはり旧ジャニーズ以外のグループは K-POP 的な手法っていうものを取り入れていくっていうパターンで、そっちにやっぱりシフトしがちなところが多かったわけですけど、BE:FIRST がJ-POP を基調としてヒップホップをがっつりとやっていくっていうパターンに行くことができたっていうところがあり、だからそのマーゼルが色として別の色を生きやすくなったっていうこと、その K-POP 要素が多分 BE:FIRST よりはマーゼルは少し入っているのが多めだと私は考えているんですけど、韓国で MV も撮影しているし、そこはだから多少なりともちょっと意識している部分はあるのかもしれなかったりするとは思ってはいるんですけど、ただそうではなくて、日本っぽさっていうかファンタジー要素とか、結構そのマーゼルっていうグループの色が BE:FIRST とがっつり分けられているし、しかもその似通った感じになっていないっていうところがやはりできるから、その時点で運は良かったなと思っていますよ。うん。で、結局その BE:FIRST の個性派集団っていうところで、あれだけの個性派集団のところにマーゼルが同じぐらいの個性派集団で本当にいけるのかって思ったら、いけてますからね。正直全然7人と8人で違う個性が出ていて、ね、すごいですからね。海龍くんみたいなタイプとか、直也くんみたいなタイプが BE:FIRST にはいないし、まあ、それから、まあ、蒼太くんみたいなタイプがマーゼルにはいないし、ね、まあなんか、そういうことですよね。でも、なんか、やっぱ似てる部分っていうのもあるし、例えばなんか、レオくんとかがまとめる感じとか、マーゼルではランくんだったりするのかな。まあ、エイキくんとかその辺もあるかもしれないけど、ね、だからそういうところで、で、例えば BE:FIRST からも、そのマーゼルのそのトークの面白さっていう部分がすごい、なんかめちゃくちゃ面白いっていう風に言ってくれたりとかするし、お互いリスペクトし合ってる部分っていうのも感じるし、そこがもうできてて、なんかいろんなところのグループいるじゃないですか、K-POP でも J-POP でも。やっぱ似通ってきちゃうんですけど、似通ってないんですよね。
そう、それもあるし、そうだからね、それはすごく良いと思ってますよ。まあいろんな意見あると思いますけど、でそこからさらにその適性と努力の部分っていうことで、これはノベルコア君の話で、適性の部分はもうクリアしてたからっていう話のこともしてるけど、そう適性っていう部分に関しては、例えばあのラン君に関して言うと、スカイハイはそのラン君のそのボーイズグループとしてやっていくっていうところでのそのスピリット、ソウルの部分っていうか、そこでのあのラン君のポテンシャルが出来上がるまで待ってたっていうところもあったと思うんですけど、その適性っていう部分も含めね、まあそれぞれ8人の中の適性とかねあって、それを全てあの良い方向にやっていくっていう部分でね、うん、で努力は当然彼らめちゃくちゃしてるしっていうところなんで、だからそれを積み上げていくことで、あの叶え方、夢叶えていくっていう方向にシフトできるという感じっていうことなんで、だからスカイハイとしては多分この感じでノベルコア君の武道館公演もあのなるほどって思ったぐらいで、あのそういう風にあんまり大変なことには感じなかったっていう話なんで、だからおそらくあの、まあ、実際 BE:FIRST での成功例もあるし、ノベルコアの日本武道館公演もねできたしね、だからマーゼルに関しても道筋は多分見えているんだろうと思います。で道筋が見えていて、その時にじゃあどうするかっていうと、ミューズとしてはそこに協力していく、盛り上げていくっていうところは大事だと思ってるんで、そこはねやはりスカイハイだけではできないことだし、マーゼルだけではできないことなんでね。で私もベスティではあるけど、がっつりとあのミューズとしてもあの行動していくつもりですし、まあちょっと一個前の動画でっていうか、あの昨日上げた動画でも上げましたが、ミッションをね1000万回行かせたいなっていう MV を、それも含めてちょっとやっていこうとも思ってますし、まあミッションもそうだけど、まあウォーターフォールの MV も出るから、こっちをねがっつり上げていくっていう部分も大事だし、でマーゼルウィーク、毎日マーゼルをスカイハイがね行ってくれるってことは、そりゃあのね超有能な社長が本気でマーゼルをね盛り上げていこうってなったら、そりゃもうね盛り上がっていきますから、それにね私たちも協力していけばいいんですよ。はい、将軍がもう超有能なんで、一兵卒としてねついていけばいいというかね、もちろんその中であのなんていうか変な行動はしないとかね、自分たちなりに考えて任せきりじゃなくて能動的に行動するっていうところを、それを念頭に置いていくといいのかなって個人的には考えます。はい、ちょっと長くなりましたが、まあもろもろありますんで、マーゼルのねいろんなコンテンツが出てくると思いますから、ぜひぜひ参考にしていただければと思います。リンクも貼っておきます。はい、では私はいろんな動画を撮ってますので、タイトル、サムネイルで興味あるものございましたらぜひご覧ください。そしてすぐに情報が入りますよう、チャンネルの登録をお勧めします。では失礼します。言いたいことは今日言っておく。マシカドの語り部、グランパンパースでした。